皆さんこんにちは。トロピカチャンネルへようこそ。今回は初心者向けグッピーの飼育方法とは、種類、値段、繁殖などすべて教えますというテーマでお話ししていきたいと思います。トロピカチャンネルでは毎日動画を更新しています。チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。この動画の内容をさらに詳しく解説した記事は、概要欄トップに掲載の記事サイトトロピカをぜひチェックしてみてください。さて、今日のテーマは大人気グッピーです。まずは知っているようで知らないグッピーの生い立ちと特徴についてです。グッピーはカダヤシ目カダヤシ科に属する淡水魚の一種です。原種はベネズエラからギニア、トリニダードトバコやバルバドス諸島に分布しており、流れが穏やかな河川などに生息しています。体長はオスで3センチから4センチ、メスで5センチから6センチ程度と、メスの方が大きく、個体ごとに異なる体色や美しく伸びるヒレが特徴の熱帯魚です。卵帯性と呼ばれる繁殖形態を持ち、メスの体内で卵を孵化させてから稚魚を出産します。繁殖が容易なことから、現在もなお国内外で品種改良が盛んに行われており、様々な品種が流通しています。寿命は1年ほどと熱帯魚として見ても短い方です。しかし繁殖力が強く、条件が整えば1ヶ月ごとに30匹から100匹もの稚魚を産むことがあります。グッピーは今日までにたくさんの品種が作られています。ここでは現在流通している主な品種と価格相場についてご紹介します。グッピーの品種は今右上にシャッと出てきた動画でも詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。おすすめグッピー1、ブルーグラス。グッピー人気の立役者となった品種です。鮮やかな青に染まる尾びれに暗色のブチ模様が入ることが特徴です。価格は1ペアで1000円前後が相場です。続いて、レッドグラスグッピー。ブルーの次はレッドです。グッピーの代表種で、背びれと尾びれが赤く染まり、黒色の不鮮明な模様が入ります。価格相場は1ペアでだいたい1000円前後です。その3、ドイツイエロータキシードグッピー。尾びれの付け根部分が黄色に染まるドイツイエローグッピーです。RREA と呼ばれるアルビノ種を元にして作出されたタイプも存在します。RREA はリアルレッドアイアルビノの略です。価格は1ペアで2000円から3000円程度です。続いて4匹目、RREA ブルーグラスグッピー。リアルレッドアイアルビノブルーグラスグッピーです。略して RREA ブルーグラスグッピー。ノーマルタイプと比較すると、尾びれが透き通り、美しさが際立ちます。価格相場としては1ペアで2000円前後です。おすすめグッピー5、エンドラーズライブベアラー。厳密にはグッピーの近縁種なのですが、グッピーと同等に扱われています。グッピーの原種に近い体色と黒色やオレンジ色の模様が美しい品種です。価格としては1ペアで1500円ほどで、最近特に人気が出てきた種類です。以上5種が初心者にも人気で飼育も容易なグッピーたちです。グッピーは他にも何百種類といるので、ぜひお気に入りを見つけてみてください。続いて飼育方法です。まずは水温から考えてみましょう。グッピーの飼育が可能な水温は20度から28度ほどですが、低温では白癬病が、高温すぎてもエロモナス病などが出やすくなってしまいますので、年間を通して25、6度前後に保った方が良いでしょう。夏と冬はそれぞれ、水槽用クーラー、水槽用ヒーターなどの水温調節器を用いて水温を調節してください。機材はそれほど高価なものでなくても、標準的なもので OK です。クーラーが高価ですが、小型水槽であれば水槽用ファンでも OK です。続いて水質について。グッピーは日本の水道水の平均的な pH であれば問題なく飼育ができます。つまり中性です。グッピーは下水道でも元気に暮らせるぐらいなので、水質に関してはあまり神経質になる必要はありませんが、国産グッピーは中性から弱酸性を、外国産グッピーは中性から弱アルカリ性を好む傾向にあります。一般的な熱帯魚水槽用の水草やネオンテトラなどの熱帯魚は弱酸性を好む種類が多いので、
混泳させたい場合は双方に影響がない中性付近を保つようにすると成功しやすいでしょう。続いてグッピーを飼育する水槽について。グッピーのみを複数匹飼育するのであれば30センチ水槽でも十分です。しかし30センチ水槽に入る程度の水量では水温や水質が安定しにくいためこまめなメンテナンスが要求されます。またとても繁殖しやすい魚なので気づいたら手狭になっていたということも起こり得ます。ある程度の水量があった方が管理が楽になるので初心者の方は60センチかそれ以上の水槽での飼育を推奨します。続いてグッピー飼育に向いているろ過フィルターについて。ろ過装置に関しては小型の水槽で少数を飼育する場合は外掛け式や投げ込み式などの簡易的なフィルターで十分です。60センチ以上の水槽で多数を群生させたり多種と混泳させたい場合は上部式や外部式をおすすめします。水草も同時に育成させたい場合は CO2 を逃がしにくい外部式フィルターを導入すると良いでしょう。注意したいのはろ過装置が発生させる水流です。グッピーは大きくひらひらのひれを見たらわかるように泳ぎが苦手なため強い水流が苦手です。水流に煽られて体力を消耗してしまい最悪の場合は衰弱死してしまうこともあります。水流を弱めに調整するか水槽壁面に水流を当てるなどして弱くしてあげる工夫をしましょう。続いて餌について。グッピーは餌については特に困るようなことはないかと思います。雑食性のため何でもよく食べてくれます。餌はグッピー用の人工飼料を中心にたまにブラインシュリンプや赤虫などの生餌を与えてあげてもいいでしょう。与え方は1日に1回から2回、2分から3分以内に食べきれるだけの量を与えてください。複数飼育や群生させている場合は餌が全体に行き渡っているか注意深く観察してあげてください。また食べ残した餌は水質の悪化を促進してしまうので可能な限り取り除いていくと良いでしょう。続いてグッピー水槽のレイアウトについて。先ほどお伝えしたように品種改良のグッピーはヒレが大きいため泳ぎが得意でない品種も多いです。強い水流はストレスになってしまうのでフィルターからの排水やエアレーションによって強い流れが生じないよう配置に気をつけてください。また大きなヒレは遊泳中に引っ掛けて傷つけやすいです。レイアウトを配置する場合はグッピーの遊泳スペースを確保することを念頭に置いて配置しましょう。水草を導入する際もアヌビアス7のような歯が硬い種類だとヒレを傷つけやすいので柔らかいものを選択してください。そして混泳について。グッピーは性格が温和な魚種なので混泳相性は良好です。まず同種との混泳ですがグッピーは通常では群れを形成するので混泳は問題ありません。また他種との混泳はグッピーを攻撃してこない同じくらいの大きさの魚種であれば可能です。例としてはメダカや小型カラシンに加えコリドラスやローチ、オトシンクルスや小型プレコなど遊泳スペースの違う生態が挙げられます。水草との混泳も可能ですが先ほどお伝えしたように歯が硬くない種類を選択してください。例としてはアナカリスやマツモ、バリスネリアなどが選択肢に入ります。これで大体の飼育方法については網羅しましたが、続いては繁殖についてです。まずは雌雄の見分け方から。オスはメスよりも一回り小さく、派手で尻びれにゴノポディウムと呼ばれる生殖器官があるので、それの有無で判別ができます。とても簡単で、誰にでも見分けがつくでしょう。そして繁殖方法。グッピーの繁殖は非常に簡単で、水槽内に複数のオスとメスのペアを入れ、飼育に適した水温、水質を維持すれば、それだけで繁殖してくれます。グッピーは卵帯性なので、産卵床となる水草などを導入する必要もありません。グッピーは交尾後約1ヶ月で稚魚を出産します。稚魚の安全を考慮するならば、市販の産卵ケースに移すか、別の水槽に隔離すると良いでしょう。しかし水槽内に水草などで稚魚が隠れられる場所を豊富に用意すれば特に隔離する必要もありません。一般的な卵性の魚種とは違い魚種は誕生後から餌を食べられるので
制御と同じように餌を与えてください。最初はブラインシュリンプなどの生き餌を中心に与えると成長を促進させることができます。ここでトロピカポイント。グッピーは世代交代が早い魚種です。同一水槽内で世代が進むと遺伝的多様性が失われ、奇形や病弱個体が発生しやすくなります。繁殖を続ける場合は外部から新しい個体を定期的に導入するようにしてください。またグッピーは適応力と繁殖力の強さから野生化しやすく、海外では在来種を駆逐して問題になっている地域もあります。日本国内においても冬でも水温が下がりにくい沖縄や各地の温泉地で定着しており、環境省により要注意外来生物に指定されています。繁殖させる場合は増やしすぎて無責任に放流することにならないよう気をつけてください。ということで、いかがでしたでしょうか。プロが解説とは言いましたが、そんなの必要ないくらいグッピーは飼育が簡単です。一方でいろいろな品種を掛け合わせて色や模様の変化を楽しむアクアリストもいます。初心者からベテランまで飼育しがいのある熱帯魚と言えるでしょう。皆様もグッピー飼育、ご自身の楽しみ方でお楽しみください。トロピカチャンネルではアクアリウムに関する情報やテクニックを毎日発信していきます。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。この動画が皆様の素敵なアクアリウムライフの手助けになれば幸いです。次回の動画もお楽しみに。